今日は。レッドパック。Yo man. Yo man. What up man? Yo, となんか抱負。Yo man. 今日はみんな。そう、ブレンドパーク。ここからセブンスフロアに上がってぼちぼちリハです。みんな黒縛り。リハーサルの後、リハにリハを重ねて本番いきます。かかってこいシャバ。おはようございます。富山です。高岡です。ホーム上にて待ちください。これ振り返ったら当たるんだよ。押したら意味ないんだよ。いや、押したら意味ないんだよ。振り返って当たるやつなんだよ。黄色い展示ブロックより線路側には触れないでください。特に列車の到着、発車の際は大変。今日の会場はここです。セブンスフロア7階やからセブンスフロア。なるほどね。6階やったらオーネスト。どっちでもいいな。一番目立つ。好きなので。逆にこれ合わせすぎると気持ち悪いから。小麦で合わせてて。特殊な。下は正解の方もお借りして、正解の方。ちゃんです。顔。一応ね。これベース顔大事。あとはお好きにどうぞ。お好きに。うん、これね、あのね、結構何が難しいって、ちょチャンチャンって言った後、やっぱこの状態が恥ずかしくて、すぐこうやってなっちゃうんだけど、それすぐこうやってなっちゃうと、あいつすぐこうやってなったって思われちゃうっていう。結構長い。そうそう、実は。これが大ちゃんのカレーうまいわめちゃめちゃ売れてる本当美味しそうだめっちゃ美味しそうやばい汗出ちゃう本当カレーなんていつでも食べたい出てくれるキス&ジュリーです。Yeah. OK? OK。チャンシーにサマーフリーズのアイワナミのパートをちょっとお願いしたら、こう歌詞書いて覚えてちゃんと勉強してくれてるんだけど、はいはいはい、最後見てこれ。カキエイ。カキエイ。これ溶けへんな。カキエイって何？溶けることのないかき氷。カキエイ。とわがき。とわがき。カキエイ。私はこれ自家製だから、だから、お疲れ様でーす。
あ、まだ正体が。失礼しました。楽しかった。いいです。お疲れ様でした。活動休止しちゃうっていうタイミングで、力を借りてアイク&ライスウォーターグループとザ・オメデタズ、そしてモンジュの知恵伝説のスリーマンをやって私たち活休に入りますって告知をしたのが設定を決めたのが2019年で、はいはい、開催1週間前に本当にコロナの波が来ちゃってこれはできないってことで延期して3年経ちました。ややこしいんだよね。ややこしい。活動休止まだしてない。まだできてないの、ま、ずっとこんな感じ。ずっと次いけないんだ。ずっとこの状態だよ。ずっとこの状態だよ。そうなんです。ってことで、はい、念願の伝説のスリーマン、yes, yes. 2023年4月15日やります。